はい、やっていきましょう。お願いします。青島先生、開局青島大先生。これ青島先生ですよね。青島先生じゃなかったら謝罪します。申し訳ありませんでした。将棋ウォーズ絵を描いた方、青島先生、この絵の元ネタの方、全方位に焼き土下座、焼き土下座をしていこうかなと、利根川の気分味わっていこうかなと思います。桂馬跳ねて端歩を不意について、おわー、それだと暗い取る、いやー迷うな、取ってみるか。暗い取ると中央の手が遅れるから怖いけど、いやー、そういうことなるよねー、言うよねー、そういうの言うよねー。これ歩打つしかないんじゃないかな。歩は取られてここに歩叩いて同金角打ちみたいな筋ができちまうので、うん、これならとりあえず落ち着いたから歩ついとこかな。いや、ちょっとさせいす、同銀で歩叩きは同桂でも金逃げといてもそう死なんと思うんですよね、私。そう死なないと思いたくて、うわー、なんかめっちゃ来る、めっちゃ来るんですけど、あ、歩突きってこと、ぴょえー、同歩、同歩歩同桂同銀同銀同銀、なんかそれ桂損なんですけど、それ確かに桂損ですよ私。あー、でも違うわー、させいさ、銀が残ってるからと思ったけど、角かわしたら金上がられんのか、それはちょっと違う、それはちょっと違う、角上がって金はちょっと違うよ、これは話が違うじゃん。それちょっと話違うじゃん。そんなこと言ってなかったじゃん、前は。ねえ。前はそんなこと言う子じゃなかったじゃん。そんな子に育てた覚えはないんですけど、あなたのことを。ちょっとあなたのこと、あなたのことをそんな風に育てた覚えはなかったのに。やられたわ。あー、やられたわ。悲しい。桂馬。桂馬は、銀打つと同銀同歩角が王手飛車か。この後これ取られんのはな、ちょっと嫌すぎるんですね。それは。それ取られたら、これ命の母 A なんで、ちょっとそれ取られるわけにはいかないけど、取らせない手もないと言いますか、取らせない手もないんじゃないかと言われていますね。固めて頑張ろう。固めて頑張る異世界生活。固めて頑張る異世界生活していこう。玉上がれば、歩突きやすくなるから、角の王手飛車なくて。もうこんなん同歩同歩。もう全部同歩でーす。全部同香でーす。ん？それはどういうこと？それ痛いのかな？まあ、痛いっちゃ痛いけど、なんかここで歩がないから、そんなに刺さってますかってちょっと聞いてみたいけどな。これは同角が手筋で、今度金残しとくのが手筋ですね。同金同桂なり同角なら飛車なりがあったんで、いえー、そこで、受けに回るようではじゃない？これで勝負。これ歩打たれるんじゃない？もういいや。飛車だけ狙おう。はい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 。はい、はい、神。はい、はい、勝ち。はい、勝ちなんですね。飛車の打ち場所はここでよかったんだろうか。これ受けた方がいい？さすがに。さすがに、ちょっと待って、さすがに。一回受けた方がいい。しかし私の手が止まりません。これでも受けるようでは。うわ、同桂、同桂、同桂なら受けよう。角と角で詰みっていう筋があるから。同桂か。うわー、角欲しい、それ。角くれない。おじちゃんに角を恵んでくれないかい。この角なんとか取れない。桂馬打って玉引いて取りに行くか。角捕獲大作戦。決行します。うわ、銀は、あ、金は歩打たれる。
金寄ると、角成り同金銀成りとかあるか。金上がるは銀成り。桂馬は銀、いやー桂馬か。銀成り同桂金とか大丈夫かな。大丈夫ですかね。まあ、飛車走る楽しみがこっちあるから。何事それ。どう、ちょっと、先逃げさせてくれ。ここに俺のオアシスが、俺のオアシスが待っている。銀、いや、同玉もこうな、同玉です。はいはいはい、グッバイ。さよなら。さよなら大好きな人。ずっと大好きな人。ずっと大好きな人。いやー、銀、あーい、はい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 、はい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 。はい、ありがとうございました。はい、お願いします。右玉か。右玉かですね。これは角代わりに持ち込んでくるんやろな。ああ、それはずるいよ。それはずるいよ。今の絶対金上がるのが定石ですやん。そこで3四歩は違うよ、定石じゃ。その変化球ずるい。ずるいと思う、僕。なんか佐藤康光大先生がこういう桂跳ねる角代わりしてたからいいや。佐藤康光イズム。でもこれで右翼された時どうなるかマジでわからんねんけど。ん？それやと、まあまあまあいいか。でもこれ帰ってなんか、おー、なるほど。あー、それで歩狙われんの？いえー、確かにもうちょっとゆっくりしてても狙われるだけやから攻めよう。それ一応角があるんだけど、角で銀取りが受からないという話はあるんだけど、まあ、桂馬取られて嫌か。んー、でも銀で受けに回ると角出られて、そこで角打つのは、歩打って受けられるんですよね。今なら角打った時、歩打てないから、っていう話なんだけど。だから角打って、取ってきたら歩打つか。で、銀引いたら悠々と取っとく。桂馬取った時に香車取ると、そこで歩打って拠点作られるのが、ちょっとそれは人生史上一番冴えてない気がするんで、でもこの瞬間がな、信じられないぐらいにぬるい。35度の風呂に入ってるぐらいぬるいですね。香車、香取りの方を受けてきたけど、銀の方を取ると。思いっきりなんか、キュ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 ってなったけど、ん？銀上がると桂打ちってことか。次は桂成りがある。でも銀、いやー、打つんじゃ、冴えないかな。これに桂馬なら、取っといて、あ、そうか、取って銀があんのか。なるほどね。でも同銀同桂成りで、逃げといて、どうでっしゃろか。角、まあそんなのもう打ちますよ。それもうしゃあなし。で、馬一回使っといて、ここに引けるとあの強打ちができるんで、それがでかいと思うよな。これで飛車いじめつつ、左右強撃系築いて、両取りの系をかましていくと。これはペースにはなったと思うけどな。これなんか2ぶって金取らずにいったけど、あれかな。逃げられる可能性出てきて微妙かな。風なったら風打たれんのか。んー、まあでもそれで飛車寄って、どうすか。あ、たらし。通だね。それは、通。通の称号を、捧げましょう。あなたに。その金を逃げると、帰ってと金引きとかで攻めれるから、ん、帰って危ない気がする。これで風打ったりできるし。この歩は痛いと思うけどな。まあこれで香車なって逃げた時に金打ちっていう図を、そういう図を描いていこう。しかしこれ歩なられた時私どうしたらいいの？いや、その時の悩みは、銀打てるんでが？銀打てるんでが？取っていけるか。銀打って、あ、でもまっすぐ引かれて難しいか。そっちはね、一回金打って、あ、違う、金取ったら同銀か。
そこで金打って詰みかと思ったけど、上がってと金寄ったらこう銀動いてるから上逃げられるやん。え？どうすんの？どうしてくれんの？桂馬とか打つと飛車逃げられてこう逃げる余地作られんのよな。どうしてくれんの？どうしてくれんの？そんなことしてさ。そんなん聞いてないやん。それもすごい手だね。桂成り同飛車で難しいのか。銀打って曲がられて、同角もある。それは銀打って同飛車同と、同飛車同と、同飛車同と玉上がり、結構難しそうですけど、まあ危ないのは危ないか。まあ、これが祈りです。はい、やっていきます。4手角。この方な、多分角道止めてきます。見ててください。見ててくださいね。ここで角道を絶対止めてきます。あれ？裏切られた。裏切られたんですけど。角道止める人やったやん。てか今の絶対歩つかなあかんかった気がする。歩ついてこっちも飛車先の歩交換できるようにしとかないと、こうやって銀で受けられるんですね。こうやって、棒銀なんですね。桂馬跳ねたけど、そうするとこれ歩から銀で、そう。桂頭狙われるんですよね。まあ、歩ついて、形整えていきましょう。端歩ちょっと受けづらいな。桂馬跳ねて端攻めされやすいから、端薄くなっちゃうんで、うわ、桂跳ねから、単刀直入に来てるんですけど、作戦負け臭濃厚。同桂同銀は銀出られて嫌だね。まあ、同桂同銀に銀引いて受けとくか。ここの歩を。で、ここで、2筋をガードして、これ以上前に進まれないようにしておくという感じでどうでしょうか。これ玉寄る手って得なんかな。なんか飛車持たれた時にここで遮れるから硬そうやけど、こう飛車に近づいちゃうんで、そこが非常に微妙でした。銀引いてきて、いやちょっと戦力が乏しいんだが、一回歩ついてみるか。まあ、角打ちとか見せつつ、歩もないからね。とりあえず固めた。固めればなんとかなるでしょう。いやー、マジで指してない。マジで、びっくりするぐらい指してがないんだけど。いやー、もうなんか暴れるか。もう、ないし。ないなら暴れよ。さしてないなら暴れちゃいじゃい。あれ、ばら、ちょ。銀引いたら桂馬で銀が積む。銀上がったら桂馬が両取り。そっちは知らん。なんか橋も突き。橋突きしてんのはナンセンスか。桂なりで歩をちぎる手を見せといた方が良かった気がする。いやー、ちょっと今のは、ナンセンス。センスなし。歩付き同歩角を狙っていますが、ここで歩をついてくる気がする。うん、それは歩をつくね。あ、角に引いて、角慣れないからってこと？ん？でも、歩で追うと？あ、馬入るか。飛車、馬。なんか、いい感じに慣れない。次、金で積むんですけど、大丈夫じゃないね。これ、桂馬って。でも、これで角道止めれば角慣れるから大丈夫か。これ、一応、角慣れれば、次、桂ならずで王手して、取ってきたとき、こう、馬取るっていう手があるんよな。それこっそりの狙っとくわ。でもまあ冷静にここで食いちぎってくるんやろな。それバレないで。なんなら銀打ちとかして、同飛車で取れる。こっそりの！さあ去っていくんですね。この馬抜きの技が刺さっていくんですね。どう
金は銀が嫌か、同歩は歩、同銀、でも同歩で、歩に同銀かな。同桂なり同金。上を。上を。ああ、そうか、取ってまた桂馬打ってくんのか。ダッリー。それダッリー。それガチダリやん。ガチダリで案件なんですけど。角ってでも寄られて馬で、取って同馬の瞬間がぬるすぎるよなー。いやー、でもこれじゃ。これじゃあ、ちょっと。ちぐはぐでは。逃げときます。ん？でもそれ同金でどうすんの？うわ、逃げてくんねや。これ銀があるか。同銀に金。逃げる。金が、こっちの玉から遠くて、そっぽに見えるけど。どうな。今、一回飛車取りとかはありましたね。気づいてないんですね、その事実に。その事実に気づいていなくて、桂馬打って。ガリラガリガリガリ、ガリガリ行きます。ガリガリ行きます。時間がないので、ガリガリ行きます。時間がないので、ガリガリ行きます。大丈夫なんでしょうか、これ取られて。取られて大丈夫なんでしょうか。同玉は桂なられて死ぬ気がした。引いて。怖っ。なんだこの怖さは。とんでもなく怖い形に追い込まれている。いや、なあ、ちょっと。大変だ。ありがとうございました。はい、やっていきます。A ちゃん流。あ、ヒデちゃん流でしたっけ？これいつも迷うよな。あれ？これ？違うか。全然違いました。なんか知り合いの方かなと思ったんですけど、全然違いました。あ、てかなんか、気づいたら飛車先2個ついてたんですけど、右四間飛車できひん。しかも中飛車ちゃうし。なんなん、裏切られた。しかも穴熊。相手の方穴熊や。角引くとかもあったけどね。まあいいや。熊っていきますか。居飛車穴熊。銀上がって。ああ、端の位取っちゃう。穴熊戦のね、端の位はね、何それ天才的。天才的なアイドル様ってこと？今日何食べた？好きな本はってこと？遊びに行くならどこに行くのってこと？それ三筋の角と受かってない気するけど。この時のために歩ついてこう角上がる手を用意しとかないと基本ダメなんですけど、ひょえー、桂馬が使える喜び。桂馬が使える喜び。なんか最近すごい気になってる。デュエイ！パンツ脱いでくる。パンツ脱いでくるんですね。最近すごいこと気になってることがあって、小学校の時の合唱で、なぜ生きるのかと苦しんだ日もあるっていう歌詞の歌を合唱で歌ったはずなんですけど、全然出てこないんですよね、それが。あれ、これは僕の中のなんか記憶違いなのか何なのかめっちゃ気になってるんですけど、情報をお持ちの方よろしくお願いします。人間だから心があるから、なんか悲しみも悩みも背負うのだとみたいな歌詞はっきり覚えてるんですけど、どんだけ歌詞検索しても出てこうへんのよな。これがこんな歌なかったらちょっと怖くない？震えてるんですけど最近。自分の脳みそでなんかこう、生み出した悪魔的歌詞だったのかと毎日震えて生きてるんですけど、ちょっとそこに関してね、情報をお持ちの方、よろしくお願いします。これはパンツ盗めるからな。このパンツを盗めるのは相当でかいよ。パンツ盗みました。すみません。初告白。空パンツを盗む。ちょっとね、私パンツを盗んでしまった過去がというか今がありまして、ちょっとね、やっぱパンツはでかいかなと、パンツはでかいかなと思って、イエー、大手で銀取れるのはでかくね。同金の方が形はいいけど、ちょっと銀かけられるの嫌やから、こっちで取ろうかな。これも銀が嫌やけど、あ、それやとそっちが嫌か。銀なり同金、金で罪とか狙われてるもんね。あれ結構嫌？もしかして、結構嫌？同金同歩桂馬。でもそこで金打った手が、こう金で取って同玉に竜からこっちの玉罪とかあるんですよね。
まあまあ一回冷静になるか。一回ね。そんな焦る旅でもないから。まあ金打たれた時にどうすんのかは分かってないけど。でもこれで次取って同銀金とか打たれても、その手がこっちの玉へ何でもないので、取って同銀金の時に相手玉に詰めろって迫っていけば勝てるから、2手ぐらい余裕あるイメージかな。多分金打ってくるんですけど、ああ、そっちか。まあでもこれも別に相手、こっちの玉次詰まないので、ここで相手玉を寄せ切っちゃえば勝ち。桂馬打って次、これは桂成りからまあバラバラ王手していけば大体詰み。銀金渡しちゃうとこう、ここに打たれて詰むんですけど、角とか渡しちゃうと詰むんですけど、桂馬なら渡せるので、これは勝ちでしょう。パンツが、取ったパンツが働いてる。取ったパンティングが、これはまあ大体詰みやけどな、王手していけば。将棋界で一番言っちゃいけないことが大体詰みなんですよね。でもまあ叩いて、同玉ならもう一回叩いて、同玉に銀とかで詰みやし、同銀ならここが弱くなるんで、角を捨てて、同玉に一間竜の形を作れば、まああとはいっぱい持ってるんで、合駒に金とか打っていけば詰みですね。ありがとうございました。はい、やっていきます。お願いします。四間飛車。でも対局数少ない。いや、嬉しの竜やし。嬉しの竜なんだが。嬉しの竜なんだが。原始棒銀なんですね。銀出て。これね、なんか金上がるっていう手をな、教わったよな、ソフト先生に。あーでもこれ角上がってなかったな、その時。これで歩つくみたいな。この時角覗きがあるんですけど、金上がってると飛車に紐がついてるので、ひょえー、それはちょっと強気すぎない？桂馬跳ねると、次桂跳ねあるけど、同銀なり同金、桂馬で、桂なり見せて勝負してくんのかな？いえー。マジ？マジで言うてる？まあ、一回銀ぐらい上がっとくか。歩突き同歩同角は、同角同飛車で、最後この銀が取れるんで、これで桂馬跳ねて、次桂跳ね見せれば、相当いいでしょう。これな、マジで優秀なよな。で、場合によっては、なんかこれ角、今回上がっちゃってますけど、引いてる時もあって、歩突き同歩同角で王手みたいになるんですけど、こっちに逃げるっていう手を考慮に入れて差しとけば、結構ね、いい感じなんですよね。これ上がりたいなぁ。桂成りなら歩で桂馬積む。こっちなってくると思うけど、引いといて、成り桂入った時飛車受けば、ギリギリ積んでないと思うよなぁ。行くか。気合の金上がり。これでギリ飛車積んでないと思いたいんですね。ギリ積んでないと思う。ああ、そう。これで歩ついとけば、歩突きの攻めが見せれるし、角道止めて、こう、飛車の可動域が広がるので、相当いいでしょう。角ぶつきは、一回同角取った方がいいんかな、取らん方がいいのかがわからん。同歩ってした方が後々角打てるかなと思ったんだけど。でもこれも歩突き同金なり桂寄りとか与えちゃうから。微妙なんかな。あーそんな手があんのね。同金なら角打ちでした。それで勝ちに行くのもあったかもしれないけど。ちょっとその勇気は、私は持ち合わせてない。多分アンパンマンぐらいじゃないと、その勇気は持ち合わせてないんで、僕には無理でしたね。同銀は角？それ角で受かるけど。これなんか手順に銀冠できて嬉しい気がする。次、玉寄るとか。で、これ同金、まあ同金もあったか。てか同金やったかな。同金は角が金強両取りって言おうと思ったけど、それ角打てば、同角なり同玉で受かったし。あー、やっちゃったのかな。ちょっとこれ角のライン厳しすぎるんで一回逃げまーす。なり系なら歩で追い返せるし、角なりなら、その瞬間ぬるそうやから、その瞬間ぬるそうなんで、なんか歩とか。まあ、気持ちは一発歩でしょ、これは。同金なら壁にしてね。気持ちを表明していこう。気
お気持ち表明動画。わー、それどうしようかな。同金は同馬で次金打ち狙われるか。金逃げるって怖すぎ。いつでも切られるもんな。いやー、耐えてると信じました。碇慎二君なんですね。風なると、切って同玉歩成で迫ってくるってこと？風打つと、切って同玉。いやー、ちょっと時間ないっす。時間ないっす、自分。ちょっとこの銀邪魔すぎるな。風打って同金角の、これ両取りっていうのが、できないのがマジで許せない。ガチ許せないんだが。ガチめに許せていなくて。この時、風なりなら成桂取れるのが大きいと思ってる。成桂引いたら、歩成りができなくなるのがでかいと思ってる。それは重いでしょ。あ、そういう使い方。取っとくと、ちょっと歩成りだけは許さない姿勢。上がると、これがプロの受け。これがプロの受けなんですね。この金取りが受からないんですね。はい、でかい。これはもう一生寄らんくなった。これはこっちの玉一生寄らんでしょ。走られるけど銀埋めときゃ。銀埋めときゃでしょ。これで取っといて。ちょっと。あー、ちょ。これ風垂れるけど。大丈夫そう？それ大丈夫そう？捨てて。一回風打って。同飛車なら角かな。こう金狙いながら。でも金入る。あー、ちょ。何がちょなのか分からんけど、角打って。金打たれるか。ちょっと飛車、あ、くで、冷静。冷静だ。君は冷静だ。20秒。ちょっと待って。冷静で勝負をあげたい。いやー、これでも結構時間がやな。なんやこの寄せ。ガーガーなんだが。いや、飛車渡して大丈夫かよ。いやー、これ詰めろなんですか？いや、ならず。逃げた時角で張り付こう。それは詰めろ。これは詰めろ。多分。いや、王手で取られた。いやー、金！なんだそれ！いやー、なんだこれ！頭金じゃん！いやー！いやー、ちょい、やるる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 る将棋良くなってたでしょ。マジでおすすめなんで、嬉野流対策、ぜひ使ってみてください。